私を止めてみなよ。さあ、ひと仕事するか。一人の時間の時、なんで人間って存在してるんだろうねって、こいつ中学くらい考え込んでそう。考えてるかもしれない。今回のチャンピオンを紹介します。同じ地球で育ってるような生命体がどっかにあって、そっちの方では何が今何が流行ってるんだろうなとか考えてる。やべ、届かねえ。はあ、ガツン。こっち行こう。俺は未だに宇宙があんなになんか暗くてどうのこうのっていうのは本当なのかどうなのか俺は信じてないからさ、 NASA の嘘のシナリオだと思ってる。俺は信じてない。俺は自分の目じゃない限り宇宙にはきっと何かもっとすごいものがある。カバーシナリオだと思ってるから俺。そんなことをずっと考えているんだけど、頭おかしいですか僕。いいね、妄想楽しいよな。わかるわ、クソわかる。意外と宇宙に行くのにさ、すげえ時間かかるって言ったけどさ、すげえ短時間で行けてさ、なおかつ地球みたいな星がさ身近にあったとしてさ、実は隠してます的な。地球が汚染されてダメだったら一握りの富裕層だけしか移住できないようにカバーシナリオで隠してんだぜ。ウィングマンを発見。ターゴボットを倒した。ストラップを発見。レベル2だ。バレルスタビライザーを発見。レベル4ね。バレルスタビライザーを発見。レベル4。そんな思わないか。俺のだ。僕はタイタニックの映画を見たときにね、富裕層が氷に衝突して逃げてくときに富裕層だけがボートに乗れるっていう感じのを見て、やっぱり人間ってのはそういうとこは見にくいなって思って、全ては金なんだなと思って。だからなんか分かんないよね結局。ありがとう。まあ何の話したか忘れたけど、
なんかそのメディア雑誌とかに踊らされすぎな部分もやっぱ世の中あると思うわ、正直。こっちにいいものがあるかも。全てが真実じゃないと思う。分かった。だからそんな妄想してる。本当にあるんじゃないかなって。バッテリーだけモーラを。シールドバッテリーを発見。ありがとう。バッテリーあるよ俺。いらない？こういう戦いは大好物だぜ。なんか昔さ、なんかまとめすれみたいなのにさ、何やったっけな。別次元の同じような世界から来たみたいなすれ立ってる系、結構なんかミステリアスで好きだったわ。捏造っていうかなんか作り話かもしんないけど、なんかそういう系のすれ好きだった。標的を発見。ポータルを設置する。ポータルを設置したわ。敵を発見。これは釣られているのか俺は。パスクパだから追いつけねえか。敵の姿を確認。了解。虚空を入手。逃がした。悔しい。あいつそれだったんだけどな。まあいいや、とりあえずこっち行くか。探索しましょう。了解。拡張ライトマガジンを発見。レベル2ね。やれ。これが私。朝まで騒ぐわよ。みんなに知らせるといい。今日のジブラルタルは絶好調だ。新しい絶好調だ。絶好調、絶好調。バカちゃんが絶好調。了解よ。行くかこれ。
キルポネーシオ、俺たち、俺たち盗賊、欲しいもの奪うあるね。リチャージ中。終わったんだけど。終わろす。いや、こっちへ行こう。R9、アクティフォー発見。メインリングの中だ。ナイス。まあ。バレルスタビライザーを発見。レベル4で。ここに近いのか。あっちに標的。了解。敵を確認した。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。交戦中。リロード中。やせ。ポータルを設置する。あれ何が入ってたんだろう。バッグか。うわゴミ。シールドをリチャージしないと。シールドをリチャージしてるところだ。シールドをリチャージしてるところよ。ここへ行くべき。いいんじゃねこっちで。あ、なんか外にもあんじゃんこれ。気づかなかった。誕生日プレゼント。あ、めっちゃあんじゃんっていうか。あ、うま。ボディシールドを発見。レベル3。ちょっと待ってこれ、あれ経験しよう俺。ありがとう。シールドバッテリーを発見。バレルスタビライザーをショットガンボルトを発見。レベル3ね。ボディシールドを発見。レベル3よ。最強装備になっちまった。これ今あそこ行ったら起こしてくれるってこと。こっちにいいものがあるか。分かった。撃たれてる。シールドをリチャージ中。よし、リング射撃開始。エアパッケージ効果リロード中。ヘルミットグレネード行くぞ。アークスター行くぞ。シールドをリチャージ中。リロード中。
中だ。ブルダウン。シールドをリチャージしないと。移動だよ。敵を仕留めた。必要ならヘルスドローンを使いな。ノックダウンシールドを発見。レベル4ね。もっと回復するぜ。助かる。シールドバッテリーを発見。シールドをリチャージ中。いいんじゃないでしょうか。ヘビーアモを発見。またかよ。どんだけモバイルリフォンビーコン持ってんだよ。あっちに敵が。オーケー。了解。敵へを捕らえた。オーケー。銃を向けられてる。逃げて。シールドリチャージ中。リロード。もう一人ダウンさ。あ、マジで。別部隊だ、警戒しろ。リロード中よ。最後にシールドをリチャージしないと。シールドをリチャージしてるところだ。残り10秒、すぐそこだ。敵発見。投げる。アークスターを投げる。リロード中。閉鎖が始まっています。敵がダウン。リロード中よ。見つかった。敵を倒した。敵を倒した。回復中だ。すぐに終わる。シールドをリチャージ中。この一人を仕留めた。残された部隊は二つだけ。回復中だ。すぐに終わる。ショットガンっていうかあれ欲しかったな。投げも。あるじゃん。パッパラパパパパ。フルパいないのでは。残り1分。リンゴ近い。ボディシールドを発見。レベル4です。撃たれてる。あっちに来た。見つかった。攻撃を受けてる。シールドをリチャージ中。シールドをリチャージしないと。残り30秒切った。リングは近い。ここに敵がいる。よー、こっちは撃たれてる。テルミックグレネード、行くぞ。空爆を撃たれてる。フィールド展開。テルミックグレネード、行くぞ。なんでパスファの人はレブノルト使ってこなかった？
エーペックスのチャンピオンとなりました。なぜだい？